今日ちょっと動画いつも一人で雑談してるんですけど、初めてゲストというか、まあ、友達って言ってもいいですかね？友達でも。ああ、いいんじゃないですか。うぼっさんに来てもらったんですけど、うぼっさんは、まあ、変なペンネームなんですけど、呼びづらい。こんな、なんか配信でね、前来ていただいて、で、そしたら、指揮者、アフタヌーンの指揮者に、サムラ、何でしたっけ？サムラ何賞でしたっけ？やべ、俺も間違えたらこれやばいぞ。いや、失礼のないように、サムラ先生、いや、サムラ先生ひろ賞、あき先生ね、ひひろろああき、き先サ生。ムラひろあき賞、なんだ特別賞を取られてて、で、作品読んだら面白かったんで、ちょっとこちらの方から、よくね、配信も来てもらってるんで、コンタクト取らせていただいて、で、まだ、2、3回ぐらいしか話したことないんですけど、この微妙な距離感をちょっと皆さんにお楽しみいただきながら、ちょっと、どんなこと考えて書いたのとか、リンク貼っとくんで概要欄かコメント欄に、そまのずまず。賞のやつと。なんで、それちょっと見ていただいて、その制作、創作の経緯とか、ちょっと雑談ですけど、聞いていきたいなと思います。そう、ちょっと初めてのね、試みというか、コラボじゃないですけど、ちょっと、緊張しておる、ばばば、緊張してるんで あ、もう噛んじゃったもん、いきなり。よろしくお願いします。お願そう、ういぼしさん。ます。で、しかも、うぼさん、アフタヌーンに9月7日発売のグッドアフタヌーンか、グッドアフタヌーンですね。に読み切り、兄、弟、兄弟でいいんですかね、読み方。そう、が掲載されるんで、その方、それもチェックっすね、皆さん。兄弟、お願よろいしくします。お願いします。じゃあ、何聞こうかな。難しいっすね、これ。何聞かれるのかな。いや、めっちゃ、その、アフタヌーン指揮賞の、アフタヌーン指揮賞って言わないか、指揮賞の、タイトルが、何でしたっけ、タイトル。タイトルは文化祭と既読スルーですね。そうだ、文化祭と既読する、めっちゃ面白くって。ありがとうございます。いや、これもう何度も言ってるんですけど、ちゃんとその人間関係、その人間が対立して、それが、まあ、うまいことね、話で転がっていくっていう、なんだろうな、難しいっすけど、そういうのが書かれてるんで、もう脇野レイタ作品はもうほぼほぼ、もう破壊しかないんで、物語に。ちゃんとそのもつれが修復していく、対立して、会話があって、対話があってっていうのはすごいなと思ってるんですけど、これ、どうやって考えたんですか？どうやってか。 ざっくりっすけど。でも最初はそう、アイディアっすね。LINE 無視されるっていうのあったじゃないですか。あったじゃないですかっていうのあるんですけど、それはでも別の全然関係ない漫画のアイディアだったんですけど、そこの部分がおもろい。その LINE 無視され、既読スルーされるっていう状況が、それ自体が意外とその読んでる側に身近な問題なんじゃないかっていうふうに思って、でその全然関係ない漫画を一回やめて、その主軸を既読スルーにして書き直したって感じですかね。もっと、なんだろう。学生の方がリアリティもあるし、みたいな。まあそうですね、その既読スルーで問題になりそうなのだったら、まあ、集団行動する現場で、まあそれだったらなるほ学ど。校で、しかも集団で行動しなきゃいけない、強制でやらされるとかになると、まあ文化祭とか、まあ、運動会とか体育祭かとかかなみたいな感じで、で文化祭にしたみたいマジで俺、そういうのできないんで。な。 そうなんですか。いや、アイディアを、まあ、アイディアだけ取って、それ軸にやってったってことですもんね。まあそうですね、最初にそのキャラじゃなかったっすかね、多分。もう話のアイディアだけで、そう、アイディアでって感じですそね。れ軸にして。もう全然もう俺適当に書いてるから、いつも。それすごいですね、なんかでも。その前、コメントとかで、脚本術の本とかも結構読まれてるみたいな、読んでみたみたいな。結構2、3冊ぐらいですけどね。なんかおすすめとかありますか？なんか多分そういう、ちょっとなんだろうな、話作りの、俺は結構割とその、
YouTube とかでペラペラ話してるくせに書くときノリで書いてるっていう、はい、そんなに出そうなって言える立場ど俺も全然偉なこと言えるいやいやいやじゃない。でもすごいベタな、みんな言ってるわ。やっぱセーブザキャットのやつ、セーブザ、うんうんうん、あれはみんな言ってるって自分も読んだんですけど、はい、国で全然すごい頭に入ってきたんですね。ただあれ最初買った時になんかセーブザキャットの法則で売れる小説を書くっていうなんかパチモンみたいな、パチモンじゃないと思うんですけどなんか派生の本みたいになっちゃって、先にそれ読んであれこれちげえなってなって本家の方買ったんで、それもし買うなら気をつけてくださいって同人誌から入ったみたいな、同人誌ではないか小説寄りにしたやつみたいなのがあって、あ、そうなんだ。元は多分映画用のやつなんですけど、あ、それはおすすめです。まあどっちも役に立ったんですごいいいんですけど、結局、あ、結局いや結構だからそういうなんだろう、脚本術とかその技術、ストーリー技術的にやってるからなんかそういうのできたんかなって勝手に思ったんで聞きました。そういうアイデア移植してそこから組み立てるっていうのがどうなんですかね、ノリで書いちゃうとなんかそういうのできないんですよね、多分もう全部、あ、同じやつがってことですか。もう全部もうそう、なんかちゃんと組み立てるって感じじゃないから、はい、もう 手で動かしてたらるだけだからそれもだいぶすごいですメモ書きはとかするっすけど、なんかそういうちょっと脚本術の本とかで技術あると、そういうアイディアだけで組み立てるとかそういうのができたのかっていう推測です。どそれは別に関係ないですかね。まあ、逆にあれじゃないですか、勢いで俺完成させれなかったんで、そういうのをまず勉強しなきゃってなって勉強したみたいな。あで、まあそれで技術ついたのか分かんないですけど、うん、まあないよりはやりやすくはなったかなみたいな、ちょっと知識が補助になったなとは思いましたね、普通に。そうだから文化祭と既読するめっちゃしっかりしてたから話がちゃんとその何だろう、綺麗に浮き沈みがあるっていうか展開がやっぱそういうの読んでる人違うんかなってちょっと思ったんですよね、こういうの読んで。どうなんすね、他の人はどうかも、いや俺もサンプルというかまだ宇保さんとしか正直ろくに話してないから、漫画書く人でで脚本術読んで漫画書いてる人の初めての人なんで話わかんないですけど、俺もそうじゃない可能性は全然あるですけど、まあなんか読んだ人結構みんな役に立ったって言ってるんで、すごいんじゃないですかやっぱセーブザキャット。いや俺はもう裸一貫で素手で勝負してやる、素手で勝負しようっていう感じ。手頃で、俺は手頃でいく。そう俺はだから読まないって決めてるんです。あ、決めてるんです。そう、もうめんどくさいやつだからもういいやと思ってもう最初から手をつけないっていう。手ですか。いや一回なんかねそのなんとかじゃキャットみたいなやつじゃなくて、なんか他の有名なの買ったんですけど、ああそうです、なんか初めに、はい、なんか謎だそみたいなのがなんかって間違った本買ったんじゃないですか。いやなんか有名なんですよ、3000円ぐらいしたんですよ。高そう、めっちゃ高くて、でそれで読んだら初めにそのストーリーとかそういう創作っていうのは枠から出ないといけないみたいな話、はい、まあそういう入りみたいなのあるじゃないですか、そういうアイディアっていうのはなんだろう、アウフヘーベン的な、うん、難しい言葉だ、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、まあちょっと枠から出るみたいな、枠から出るとアウフベーベンは違うんですけど意味、まあちょっとどうでもいいですけど、その細かいとこどうでもいいですけど、でそれのためにとりあえずクイズを出しますみたいな、でクイズ 1,2,3 択みたいなのがあって、ではい、なんかその3択から選ぶなって話されるんですか。じゃなかったっけな、あ、合ってんです。あ、違うな、はい、いや違うわ、それ3択じゃないわ、なんかクイズじゃないか、なんか図のクイズじゃない、なんか図のなんか謎謎みたいなあったんですよね、図で発想の、でそれがなんか間違って、まあ、こんなんもどうでもいいわと思って飛ばしてもよく分かんなかったし、でそしたらなんかこれが間違った人どう思いましたかみたいな、それじゃそれはズルだみたいな、丸1丸2丸3みたいな、これはズルだって思った、うん、なるほどなって思ったみたいな、うん、でその自分の感情どれに当てはまりますかみたいな、それで3択みたいになった。
だから俺腹立ったから、その選択肢にない捨てるっていう選択を取った、枠からはみ出た、枠からはみ出てやろうと思ってしちゃう、この本捨てる、読まないです、読まない、はい、読まない、捨てた。結構高かったんじゃないですか。高かった。でも俺のイライラはそんなんじゃ収まらなかった。完全じゃ収まらないイライラだったんですいい、3000捨ててでも別にいいと思う。まあちょっと話それたっすけど、カットするかもしんないけど、これ。そう。で、じゃあ次何聞こうかな。あ、じゃあ漫画描いた経緯とか、聞いてもいいですか。経緯は、パソコンが壊れて、パソコンなくても絵が描けるのなんだろう。まあ、もともと絵描いて金がもらえる仕事をやりたいなってなんとなく思ってるアホだったんですけど、はい、その時にパソコンが壊れて、でも絵描くのなんかやりたいなってなって、紙とペンがあればやれる漫画やってみようってやったら面白かったっていう感じですね。うん、自分に合ってたっていう。そうですね。で、結構これ公開されてると思うんであれですけど、はい、目指したのはちょっと公開されてないか、今年齢が31歳、31、今年で32ですね。そうで、結構その年齢問題、はい、漫画家志望年齢問題結構やっぱ議論される題材なんですけど、そうですね。で、目指したのも割と、そうですね、大学卒業の就活、大学4年大学の就活中ぐらいで、あ、違うわ、大学卒業して 1,2 年経った後なんで、何歳だ、まあ7年前とか6年前ぐらいです。あ、26、7ぐらい、6,5 ぐらい、そのくらい。いや、で、それで、その24,5,6ぐらいで、はい、書き始めて、パソコン壊れちゃって書き始めて、で、漫画合ってるわって、はい、で、漫画書き始めて、で、最近、やっぱまあ、賞取るの結構時間がかかるっすからね。あの、うん、結構指揮大賞、指揮賞とか、結構新人賞とか、はい、そう。で、その、やっぱその漫画家、言ったらその漫画家目指す人ってもっと10代から目指して、そうっす、みんなそうです。早いじゃないですか。はい。ちょっと、ウボさん目線で、やっぱそういう経緯があった上で、ちょっと聞きたいっすね、意見。どれに対する意見ですか、その。まあ、年齢、いや、賞取れないとかいう話もあったりするじゃないですか。目指すの遅いみたいな。ああ、でもあれじゃないですか。少年漫画が、なんか25でしたっけ、なんかありますよね。壁みたいなのが。ああ、まあ、やっぱジャンルによったりしますよね。まあ、ジャンルにも少年漫画だったら、多分、もっと若いとかって。そうそう、うん、めっちゃ若いっすよね。まあ、少年漫画だとあれじゃないですか、やっぱ、まあ、習慣とかだと体力がやっぱそうって、うん、編集の人の方が遠慮しちゃうんじゃないですかね、その年齢高いとやっぱり、うん、意外と若いっすよね。てか持ち込みに受け付けてる編集がそもそも多分新人編集とかだろうから、俺より年下とかになっちゃう。実際それありました、持ち込んで。ああ、ありました。あ、そうなっちゃうんで、やっぱやっぱり編集側が取らないんじゃないですか、そのこっち側の問題っていうより、その出版社側があんまり取ろう、相当うまいとかだったら、その、まあ、少年に今限ってある話なんですけど、うん、まあとは個人的には思うって感じですかね。まあ、でも今んとこ別に、はい、ウボさん自体は別になんとも、まあなんかあんまり、ああ、なんともって、その、ムカつくな、そういう話ですか。いや、年齢に関してなんかこれ、ちょっとデメリットあるな、みたいな。あ、デメリット、まあ、そういうのは別に。デメリットは単純にその、少年は通りづらくて、うん、青年は別に、デメリットは単純に世間体が、あるじゃないですか。そうね、出版社っていうよりね。知り合いが多い人ほどきついんじゃないですか。ああ、確かに。いや、それですよね、正直ね。結婚してく人とか多分いるんだけど、強い人だと。まあ、アフタヌーンに関してはね、そもそも受賞欄見ても年齢高いですもんね。まあ別に、うん、めちゃくちゃ、まあ高い方では、俺は高い方だと思うんですけど、めちゃくちゃ高いとかではないって感じですかね。うん、別にそうですよね。青年誌は多分本当、いろいろいると思いますね、年齢見てると、うん。もっと高い人がいそうですね。そうですよね。だから、漫画業界というより世間体が自分のメンタル部分が強い人ならいいんじゃないですか。い
いや、マジす。いや、そうっすよね。まあ、俺も、それ、まあまあ、言ったら、25が結構、はい、まあ、宇保さんからしたら、まだそんなこと、はい、まあ、書き始めの時期だから、あれだろうけど、そう。で、結構やっぱ、なんか、やばいかもって、風当たり強くなりそうかもっていう、ちょっと思い始めてきた。それに、あれっすね、多分、やり始めから、時間が経てば経つほど、強くなってきますけど、多分。あ、そっか。そっか、そっちの期間かもしれないですね。開始期間。開始期間からかも。あいついつまでやってんだ、ってたことになってきそうな。確かに。いや、そうっすね。まあね、まあ、そんな感じっすよね。意外と、そう、年齢ね、気になる人結構。まあ、なんでもですけど、やっぱ自分がどう思うかは、一番大切なんじゃないですか、そう。思えるかどうかって。まあ、そうだ。で、自分がどう思うかで結構悩んでますしね、実際。そうですよね。あ、年齢、誕生日が、あ、もう俺もうこんな年になった。やばいやばい。やばい。俺、バクマン見てたら、中学生の頃バクマン見て、俺は漫画家目指して、囚人と最高は、もう今この、確か24でもアニメ化してるんですよ、確か。24、5で。あいつらめちゃくちゃ早いですけど。そう。おい、ふざけんなよと思って、あずきと結婚して。あれはまず究極の理想的な、そうそう。デップじゃないですか、多分。で、メンタルやられていくって、それ見て。比較しちゃって。どうにか年上になっちゃったり。そう、もう年上っす、マジで。まあ、あれはしょうがないですよ。いや、しょうがないっすよね。よし、じゃあまあ次。次も特に別になんか次とかなんか話題ある風に俺話してるけど何もなくてさっきねそうさっきちょっとしてみますかっていうノリでこれ撮ってるだけだから宇保さんとねそう勢いでね宇保さんの黒歴史になる可能性もあるからじゃあ皆さんその辺優しくしてほしいんですけど俺は俺はもう黒歴史もうしてくださいそしたら嫌なの俺めちゃくちゃもう自分でこんな活動してるくせに黒歴史だと思って過去の動画めっちゃ消してるからいつの間にかなくなってる動画めちゃくちゃあるあれってなんですねめっちゃ消してるライブ配信ほとんど消したし全部消したしああそういうのなくなってましたからあれって一応メンバーシップに入ってくれればアーカイブは見れるようになってあそうなんですね一応誰も入ってないんで まあお得ではないです俺のために損して金払ってくれる人がいるからすごいですね、はい。メンバーシップあるんですね。もうすごい。一応あるっていうか、更新前はね、あって、ちゃんと動画も出してたんですけど、あちょっと自分にストレスになってきたんで、ライブ配信のアーカイブだけ残しますっていうだけの、もう、あそれ用のなんだ。それだけです。だから、入るメリット特にないんですけど。じゃあ次、どうしよっかな。まあもう、うん、まあそんな雑談なんで、特にあれですけど、はいじゃあまあ特にないんで今後の話とかしますか今後まあ当たり前に連載目指してると思うんですけどはい、はい、今連載ネーム中ですもんね連載ネーム修正してそうですねネーム出して修正してみたいな、うん、アフタヌーンですかアフタヌーンっていうまあそのまんま一緒なんでそのまんまですアフタヌーンがアフタヌーンとグッドアフタヌーン確か編集部一緒なんで。ああ、うん。どっちかみたいな。まあどっちかは分かんないっていう感じ。うん、連載したいっすね、マジで。まあそうっす。多分みんなしたいっすね。みんなしたいっすよね。いや、俺もマジで。やばい。もう勘弁してくれと思って。本当に。ダメっすよ。調子いいっすか、うん、進捗はどうっすか進捗はもう。いやもう進捗もうやばいっすよ。だから、あもうちょっと詰まっちゃったから、本当に映画バカみたいに見て急に、そのせいで姿勢変な姿勢で見てたから、股関節やられて、引きずりながら生活してたから最近は。足痛めるっていう。足痛めて。で、たまたま見た映画の中で、結構左半身が若干不自由な人がです。俺と同じ歩き方してた。あ同じ足の引きずり方してると思って。運命だと。体験した映画のキャラクターも。そう。俺と同じ感じです。そうまあでも、俺も映画見たおかげでちょっと進んでるんで。うん、じゃあ、こっからどっちが早く。連載できるか、ちょっと爆弾みたいな感じで。もうちょっと多分年齢的にそこまでなんか競争心が
お互いに別に何かライバル心おめでとうで終わりです別になんか悔しいなとか思われそうですけどおめでとうございますおめでとうございますここなんかね気持ちよく祝福できそうですけど、まあ、確かにあの書いてるジャンルもちょっとね同じそもそも雑誌が違う雑誌も違うし何も思わないですおめでとうぐらいしかやっぱあれ撮ってほしいですね結構好きなそうウボサノの作品そう結構あったけーと思って好きになったんでどちらまあ今後の作品どうなるか分かんないですけどね結構読み切りそういうことになるかもしれないですもしかしたらやばい感じに隠してただけでうちならなんかが出てきちゃうかもしれないですけど覚醒していいあチェックしてくださいあの見てくれてる人ウボさんを本当に掲載9月 何日かにするんでアフタゲットグッドアフタヌーンで9月7日にグッドアフタヌーンでお願いします読み切りが乗りますあれっすよねあの指揮賞の方は普通に確かウェブでそうですねウェブのコミックデイズで自分は見たんですけど他もあるのか分かんないですけど、うん、コミックデイズってところで多分見れますよね見れます、はい、リンク貼るとは思うんですけどありがとうございます。いや、全然多分ありがたくないんで、大丈夫です。そんな影響力がないんでそう。ちょっとね、まあそのくらいか。特にないっすね。なんかありますか逆に。逆になんか話すことありますか雑談、ね。まあ雑談なんで何でもいいっすけど、俺に対しての愚痴とかでもいいっすよ。批判、反論、脇の礼儀。私はもう、あれですか、ネームが終わらないともしないですけどね。あネームそうですね白黒つくまで配信じゃあ待ってますよ配信が始まるちなみにあの白黒の黒の方だったらマジで暴れ回ると思う黒でも配信するからそう黒でも配信するんですごい荒れてた白でも黒だった酒3杯飲んだ後に配信するとめっちゃメロンメロンで配信したらあ黒だったんだなそれは面白そうですけどねそっちにしろは配信するしだすと思うんでとりあえずは今後は俺は動画の方で、うんね、あなんかじゃあちょっと脇野瑠唯太とこうやって雑談で動画出てくれる人いたらなんか連絡ください連絡の方法は特にないですけど難しいリプライツイッターのリプライとかリプライとかなんかあるかなあれでも DM 今送れないです。あれ、そう、送れないらしいっすよね。ディスコードってやれるんですかね、そういうの。よくわかんないですけど。あ、ディスコード、そっか。なんか、モクリのリンクとか貼っとこうかな、それか。ああ、なんかうまいことやって。そう。まあわかんないですけど、そう。うまいことやるんで連絡くださいっていう。ウボさんと、そう、連絡取るたびに、なんか通話アプリというかね、作業通話アプリを必死に入れて、絡みがお互いに、ない同士でしたよね。確か、久保さんもいないですもんね、あんまり。全然いない。漫画家がまずいないですから、そもそも。そもそもいないですからね。全然いないですからね。そう漫画家志望。脇野も全然いないんで、そう、こういう、まあ、あんまり、一応その、新人賞取ってる人以上じゃないと、ちょっと、フィルターちょっとつけさせてもらうんですけど、申し訳ないけど、新人賞、そうじゃないです、多分。情報交換しづらいかなと思うんで逆に別にいいじゃないですか。なんか何にも普通の人とラジオみたいな感じで難しくないですか漫画のこうなんかある程度のなんか漫画その賞を取ってる以上だったらねその共通のそんなコミュニケーション共通のやっぱ土台があるから創作に関してもあるじゃないですか、まあですね、話しやすいですねやっぱで多分書き始めの人だと多分この共通がまだ掴んでない。ああ、なるほど。そう。2作、いや、ほんと賞取った後も分かんなかったけど、正直。なんか、初めの頃って、結構表面的なとこ見ちゃうというか、書き始めの頃。初めはすごい、俺は調子に乗ってました。あ、マジですか。書き始めた頃はやっぱ、どうじゃないですか漫画描いてるうち、うん、この漫画描けてる感がすごいあるけど実際後から見ると全く漫画描けてないっていう、うん、しょぼいものが出来上がってるいや絶望しますよね才能が天才だと思ってたのにこんな時間かけてゴミを作ってそう絶望すんだよな
その段階だとね、なかなか、あの段階はもう自分で絶望するしかない段階なんで。一人で絶望しててくださいって。そう。あれでしょ。かわいそう。いや、そうじゃないですか。いや、なんか俺結構自分で、その、まあ、脚本術とかあんまり、まあ、結局、なんだっけな、藤子 F 不二雄の漫画技法とかすごい参考になったりしたんですけど、あとからもうデビュー後なんですけど、読んだのは。ああ、そう。書けるようになってから。面白いですよね、うん、あれね。めっちゃ役立つ。めちゃくちゃ役に立つ。精神的にもすごい、優しく子供目線で書いてくれてるから、子供向け、子供でこれから漫画書くよって人に、藤子 F 不二雄の温かい文章で、こちらに。そうそうそう。だからなんか優しい気持ちになるんですよね、読んでて。そうですね。で、しかも意外と論理的に。ああ。技術のこと書かれてるから、小回りの方法とか、題材探しとか、で、うん、映画に例えたりして漫画のこと。そう、だからすごい読みやすいし、技術的にも役に立つんだけど、何より温かくなるっていう心が。優しいのが。確かに。すごいいい本なんですけど。まあでもそれもデビュー後に読んで、それまでも自分でいろんな漫画が読んで、もうがむしゃらというか、まあ本当に手探りでやってたから、でもそれがめっちゃ楽しかったから、俺。うん、もう人に聞かず、人のアドバイスなんか聞かず。楽しいが一番ですよね、やってて。いや、そのなんか快感奪っちゃダメだろって思うとこあるんだよ。ああ。上から教えることで。先回りして教える前にっていう。そうそうそう。やっぱ絶望して、自分で絶望して、絶対、なんかやってった方が絶対、なんか勉強とかもそうじゃなかった。勉強もなんか上からなんか先生とか授業で教わるより、うん、自分で勝手に授業中に本読んでたりした方が頭に入ってくるし面白いって。まあ確かにそうですね。そうだからそういう人たちと話してね、多分俺結構ちょっとこれはこうだよとか言っちゃいそうなんで、なんかそういうそうちょっと俺がなんか傲慢になっちゃいそうなんで、ある程度ね、うん、そういうフィルターというか話せると。まあ、取っちゃうからやめときますっていう感じで。そうから編集者と全然違うこと言うだろうし、俺。混乱しちゃう。混乱させちゃうと多分。担当と言ってることが違う。そう。一人で絶望して楽しむ期間をね。それを楽しんでくださいっていう。俺は楽しかった、それ。はい。じゃあ、そんなとこっすかね。はい。では、まあ、ありがとうございます。またなんか。ゆなんかね、ライブ配信、そう、ウボさんも YouTube でたまにライブ、本当にたまにだと思って。たまにんで、まず気にしなくていいです。本当暇になった時に急にやって、すぐ終わるんで。一応配信もされてるんで、はい、そう、まあ、なんかね、ライブ配信とかで、なんか一緒にやるとかできれば、もっと軽い感じで、まあ、今回も軽かったですけど、そう、やれればなと思います。はいはい、では、以上です。はい。ウボさん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、さよなら。さよなら。バイバイ。